男子高校生の日常。男子高校生とビル。試験はなぜ存在するのかな。いいか、そのものを隠しておいたのか、高校生のくせに。お前そこで何してるの。学生だと知っても男しょうがないんだろう。そんなことないよ。お前これなんだ。高校生のくせにこんなもんあってもいいのか。俺のものじゃない、父ちゃん両親のもの。飲んでいい。できるかよ、お前未成年者だよ。高校生の家賃もこれくらい、税金もこれくらい、こんな風にして自分の家は一中。ビールでも飲もうかな。そんなことで大手段になるじゃない。そしてお前の中の音なくさ。セコンダル君も20個買ってきたけど、行こ、かっこいい音な。確かにこれはちょっとかっこいい。ビールと一緒に食べよう。誰がそんなことをビールと食べ。いや、まだ未成年じゃ飲んではいけない。それでは謝ってるの。そんなことができる。うん、本同士できたら大変だね。これでも飲もうかな。え、ビールじゃん。ビールだって見たじゃん。運動してきたら大変だね。あ、汗が目に見えない。これでも飲もうかな。うん、これビールじゃん。運動できたらマジシャワー。運動するの後にシャワーやっぱりいいだね。あ、水が目に見えない。これでも飲もうかな。うん、これビールじゃん。ちゃんと振ってから出てこいてよ。タオルがない。これは幸福感見ないで終わり。男子高校生とタンフル。最近タンフルっていうのことが流行っているそうだ。タンフル、何それ。果物を串に刺して、ガーッ。えぇ、ー、エグい。いやいやいや、全然違う。果物のくせに何で言ったからだ。植物にも肝臓があるんだよ。硝酸玉ねぎと避難玉ねぎ知らないのか。子供の時にやってみたけど、硝酸玉ねぎだってよく育ったそれは。おい、それでその長ネギを食べるときにすごく悲しかったんだよ。長ネギ。それで刺した後は溶かした砂糖につける。液体。はっはっ、もうやめろ。これ以上聞きたくない。ひどすぎるよ。お前の想像がひどすぎる。そして果物はあいつ知ってる。だって長ネギって言ったんだよ。刺した後は凍らせ、残酷。いや、だからさ、それがこれ。ガーッ。いや、ちょっと、うん、悪くないね。うまっ。あ、いた。あー、甘すぎるからかな。果物の復讐だ。だからそんなこといないよ。男子高校生と彼女。彼女が欲しい。急に。急にじゃないよ、いつもだよ。まあ確かに。わかった、伝授してあげよう、彼女の作り方。お前が。お願いします、先生。先生。彼女の作り方、その3つ目。1番目と2番目は。それはメンバーシップ。そんなことはない。あるよ。いや、あるんだけど、なんか特別な何かをアプローチしたりするわけはないんだよ。これは、これはなんか加入感謝しから、なんかちょっと、いや、今、これは大事なものがないんだ。第4の壁を破るなよ。그래도굉장히말씀드리면은멤버십가입해보신분들정말너무진심으로감사드리고가입안해주시고그냥봐주시면요즘진짜잘돼서너무행복합니다요즘일본어너무어려워아너무행복합니다진짜봐주세요재밌게봐주셔서진짜감사합니다열심히재밌는것들많이만들어보도록하겠습니다너희히어로도빨리만들고이게넘골도계속해서만들면서재밌는것들많이준비하도록할테니까많이아무튼감사합니다사랑합니다자고래가간호소노치쿠리카타소노미치메다고래와스게센세스게되시죠에난다요보고기고나갔다1人で変な音を出しているからだよ。変な音じゃない、韓国語。だからさ、なんで急に韓国、韓国語を急になぜ韓国語という単語自体を知らないようにするんだよ。お前韓国人だよ。俺が。変なこと言わないでよ、俺がだから。そして4番目。お前は一人で何するの。私三つ目のも聞けなかったんだよ。授業に注意してないのは君だ。君だ。そうしておいて客に怒るなんて、なんて無礼なことだ。買ったんだ。ごめんなさい。もっと。もっと。ごめんなさい。もっと。ごめん。なんだお前は。俺にそんなに接してはいけないのに。はあ？彼女の作り方、その道目について知っているのはあの野郎じゃだけじゃない。必要がなくなった瞬間に野郎になった。まあ4番目は確かに
先生だけ知っていますか。先生に戻った。道しめは俺もあの野郎のおかげで知っているんだよ。またやる。俺じゃなければ分かる方法はないんだろう。何言ってるんだよ。先生に教わればいいのに。僕にやるだとやった。誰かに何かを教えるのは意味がないよね。もう誰にも何も教えてくれない。ちっしょ、めちゃ昇進になった先生の席を諦めた。何をすれば教えるつもりなのか。俺の言うことを真似したら教えてあげるよ。ちっしょ、一体どんなセリフを。準備できた。独特の韓国団。独特の韓国団。これはやり遂げるなんてそんなに知りたいのか。いや、だからそうだよ。早く教えて。彼女の作り方、その3つ目。流行に敏感になれ。何これ。女子は流行に敏感に存在たち。だから彼女が欲しいならあなたも流行に敏感でなければならないこと。いや、それは理解できるのに。ダンス最近の流行はやっぱり TikTok だから、 TikTok のチャレンジヒット中くらいはできなければならない。え、いえ、学校で路上でチャレンジしているあなたの姿を見ると、あ、あの男流行に敏感でかっこいい、素敵、付き合いたいと、ことが先生の教え。いや、それ絶対に嘘。いや、お前もこのダンス踊らないと。また嫌なんだよ。私ダンス無理よ。難しいぞ。難しくないよ。私は。やった。やっぱり先生。チャレンジは。男子高校生とチキン。これは困る。やばいよ。人は三人。もう猫は2個、首は1個。それは関係ない。なんかどうしようか。しょうがないか。俺が俺たちとも食べる。ゲームでもして決めようか。うん。タンスーよく、タンスーよく。ちょっとなんかおかしい。何してるんだよこれ。3人でなのにタンスーゲームしたらどうしたんだよ。そしてお前言っていてみて。よくよく。日本語が上手なのはいいだけど、どうして韓国語ができなくなったの。韓国、この前からなんだって韓国語。じゃんけんしようか。うん、それいいね。最初はグー、じゃんけんぽい。はぁ、チキショー、イエーイ。え、ちょっと待って、ん、立町が勝ったんじゃないの。え、俺が。違うよ、俺が勝った。いや、これ見て。差し袖の私がグー、うんうん、そして袖もないグーも10、ジャケットの立町がパー。いやいやいや、俺が袖のないグー、俺がジャケットパ。え、じゃんけんするのに不便だから脱いだ。少し寒かったので。考えられるように何してるんだ。そうじゃなくても顔と髪色が同じだからみんながグーするのが難しいのに。え、グーするのが難しい。よく見てください皆さん、一番イケメンが俺。だから俺と言っても名前も知らないしグーできない。え、10だよ10。めっちゃ簡単じゃない。そして一番イケメン立町です。アピールするな。そして一番イケメンは話にならない。同じ顔。顔が同じ、どういうことだよ。俺たち双子もないのに。双子よりひどいよ、一人だから。いや、君は一人じゃない。私のヒーロー。ヒーローしないで、大切な作品を。早くチキン食べよう。一個は君が。うん、イケメンでじゃんけんも上手なこの銃が一個。わあ、三人称君も。もう君と立町の戦いだ。また三人称。何にするの？またじゃんけん？ロシアンルーレット。これで？先にやる。先にやれば負けるの分かるよ。じゃんけんにしようよ。最初は五、じゃんけんポ。チキショー。ロシアンルーレットのもう一歩。それは絶対に。ああ、それでも美味しかった。なんか音が聞こえる。あ、上の階だよ。ボーニーがよくできない。え、こんなにうるさかったら抗議しないと。無理だよ、できないよそんなの。練習する。え、練習する。何よ。よし、練習しようよ。俺は上の階の人にするから。え、ピンポーン。あ、はい、どうされましたか。はい、下の人ですけど。そうなの。ゴーユー入れてきて。いや、モカの糸じゃなくて、下の家に住んでる糸。お前、モカの糸に態度悪い。ピンポーン。下の家の糸ですけど。ああ、はい。犬の声が大きすぎて。え、犬は飼ってないですけど。え、そうですか。はい、アレルギーあって、犬はちょっと。そうじゃなくても、最近、口が落ちてるんでじゃあ、わっ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 
ごめんなさい。あー、くしゃみが。なにこれ。男子高校生とミジュ。何してるの。あー腹減った、チキンでも食べようかな。お前何してるんだって。ダイエット中にチキン食べようという友達を殴る練習。チキン食べよう。おい、ま、待てよ。それいいだね。え、ダイエット中にチキン食べようって言ったら殴るって言ったんだ。俺今ダイエットしてないよ。分かった、チキン食べよう。やだ、チキン食べない。今日どうしたの。言ったに俺は何よ。俺はもともとこうなんだよ。そりゃそうだね。チキンなんで食べないのに。またもも肉は誰が食べるのか喧嘩しないと。めんどくせえに。確かに、どうしよう、払えたの。これはどうかな。何かある。特別ものだ。え、なになに。ザ・マキシマム・ハイドレーション・ネリクサ。いや、それただの水。違う、これはザ・マキシマム・ハイドレーション・ネリクサ。君たちがしている普通の液体ではない。え、なんか本当に特別なのか。0度以下に下がると性質が変わる水だ。コールチってことだよね。だからそれただの水だよ。そして今水だと言ったんじゃねえよ。いや、それだ。じゃあマキシマム・ハイテンションエリリリリリパーリリリリじゃないと。いや、どうやって手に入れたんだ。 お前これ知らないだね。頼むよ、俺もジャーマキシマムハイファイブエヴァンゲリオンを飲む。機械お願い。名前めちゃくちゃ。うわあ、どうした。やはりジャーマキシマムハイキューエリクさん、頭が痛い。これはマナか。それ冷たいものを食べると頭が痛いもの。そして名前おかしいよ。ジャーマキシマムハイ、なんで言ったっけ。ミジ、お前がミジだって言っちゃダメだろ。なしてるんだよ、ほんとに。半分しか残ってないじゃん。まだ腹減ったのに。水だけでお腹いっぱいにするつもり。いや、そんな言葉がある。ジャーマキシマムハイルハイドラが半分しか残ってないわけではなく、ジャーマキシマムハイスクオールラック主演ジャックブラックが半分も残っているという言葉。一体何を言っているの。確かに俺が否定的すぎたよね。サンキュージャック・ブラック。誰に感謝してるの。 You are welcome。 お前ジャック・ブラック、君はなんでそんなにうるさく叫ぶんだよ。お前たちが変なこと言うんだろう。そうやって叫ぶから腹減ったじゃないの、このブッダ野郎。ブッダ野郎、正直君最近すごく太ったよ。完全にブッダだ。ちっしゃ、そうじゃなくても丸いのに。もっと丸になったんだって。目も小さくなって、顎の肉をお腹の肉を本当にブッダになっちゃったよ。自分が話しながら自分が傷つくねえよ。私をブッダのどうすればいいよ。ダイエットすればいいじゃん。ここはできるかな。誰かが何か食べようと言ったら救いに笑ってって言う人なんだよ。そうでなければいいんだよ。我慢するでいいじゃん。できるかな。それじゃ君を誘惑してくれ。我慢するから練習しようよ。分かったよ。チキン食べる？痛いよ、何知ってるんだ。よし、練習の結果。そんなこと練習しないで。男子高校生と手品。だからベニとカモノルドクの間って。いやいや、マジックだろ、マジック。最近マジックにハマってるんだよ。先のもマジック？脱出マジック。うん、分かったよ。それではマジックを見せてあげようか。大丈夫？いやだ。いや、脱出じゃない。他のもの。ザ、ここにティッシュがあります。このティッシュをこうやって、こうやって、こうやって。まあ消えることか。そして良い良い。え、すげえ。どうしたんだ？練習した。第四の壁壊さないでよ。そんなこともできるんだ。え？何を。よいよい、ピョン。まだ返事じゃん。え、この左右立てまちゅう。おい、俺の左右見たことあろうか。あ、それ違う、持っているよ。いやいや、これ違うやん。分かったよ、そのトラブルやろ。よいよい、ピョン。男子高校生とオズマッツさん。
このままではいけない。方法を講じなければならない。何が？だからこのままではいけない。方法を講じなければならない。いや、だから何が？感じなかった。鈍やち。いや、そう言わないで説明をしてくれ。このままでは戦機を取られるかもしれない。あの6人たちに。伸びたよたち。ああ、そのお粗末。そうだよ、このままではいけない。方法を講じなければならない。なんだお前たち、えっぴち。しょうがない、相手も6人、俺らは3人。うん、見栄えにしないと。納得。え、何の話？これが、俺さえ2人を。赤と黄色。私が七色のもの、青と紫。ええ。さらお前が緑とピンク。しっかりと可愛い。いいよ。いや、これは何でやるの？これやったら何が変わるの？パチンコ行きたい。見ているか、立てますか、俺。みんな、仕事？マッスル、マッスル、マッスル、マッスル。僕かわいい。コビになるよ。コビの前に避けれないと皆バイバイ。いや、ごめんね、もう一回やってるから。僕かわいい。ごめんね。バイ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 。ちょっと。君がこれをやりとけないと。5対6は負けるしかないだろう。難しすぎるよ、そんなこと。そんな弱くるの？クビになるのかって。いや、そもそも僕たちがクビになる理由がないだって。おお、やろ。ほんと？愛嬌を見かけしに。かわいい方法。そんなことができる？これだ。おい、天才！いやいや、ちょっと待って、これ、監督、送ると思うよ。え、なんで？かわくない？これ、監督の黒歴史だよ。知らないの？これ、したらやばいよ。怒るよ。クビになる？それなら、愛嬌を振りまくの。お前これ知ってるね。やった勝った。結局配給したじゃない。知ってるよ、俺したことだよ。ごめんなさい監督。君がやり遂げただ、恐竜。おかげさまで生き残った、ティラノサウルス。あら、変わらないで。立町と自由のマンジャー。どうも、立町です。自由です。最近シェフがすごくかっこいいと思います。シェフかっこいいでしょうね。韓国料理店の製法もかっこいいし。韓国料理好きですよ。トッポキとかロビアリとか作って持ってきてくださって。和食賞もかっこいいし。最近おまかせが入ってます。それ技術ですよ。寿司とか刺身とか。イタリアンシェフ。こちらが一番セーフみたいですね。英語プラス英語だからかな。なんかパスタとかステーキとかプレーティング綺麗に。ロテリアシェフ。セーフというよりはただのバイトですね。まあロテリア大好きです。ハットリスキーバーガーが一番好きです。水はセルフ。すいません、水をちょっと。あ、セルフですか。あ、すいません。あ、僕はセルフかな。いきなりセルフ。いいか。幸いセーフ。ああ、よかった。ああ、死にそう。はい、またテイク2。今テイク2。ごめんね、アリー、身の状態。水はセーフ。彼女なのに。何してんの。あ、え、だ、何いじめないで。男子高校生とポッキー。ポッキーもらいたい。ポッキー食べたい。ポッキー、うるせえよ。おい、ポッキーの日だって。ポッキー、ポッキーもらいたい。ポッキー、絶対愚痴くせえ。もしてここで大声を出すと言って誰がくれるの。それでもポッキーもらいたい。ポッキー、誰がどうポッキーでもくれ。ポッキー、本着しにくい。だだれするねよ。イエーイポッキー。え、誰が言うか関係ないの。そうだポッキー、ただもらいかったものだったポッキー、食べたいかったポッキー。もらったからその口癖やめてよ。ん、そしてこれ買ってきたの。ポッキー、ポッキー、ポッキー、もらった。お、男に。誰がお前に。女がなんて裏切り者だ。
いや、俺が直接買ったんだ。一度も見たことない素敵な笑顔、絶対嘘。誰が女の子。俺は家で。いや、ちょっと待って。でも、もらったものを他の人にあげてもいいのか。もらったという事実が重要なだからな。死ねよ、お前。女にもらったって？誰がくれたの？まあ、すごい美女ではないけど、可愛い子だった。この味は嘘をついている味だぜ、タケマツ。え、マジ嘘だって？マジ嘘なの？お前、これどういう気したの？タケマツは嘘をつくとき、五番背骨を振るくせがるんだ。そんなことが見えん、なんだお前、超能力者？すみませんでした。しかしこんなこと。今日、他の歌、めっちゃ流れてるね。あいつが僕にハンガーを投げました。ハンガーは関係ないじゃん。ハンガーはちょっとひどかったね。殺すには大切。誰かを殺したの？今、ポキーの話中だ。そして、ハンガーを投げたことで、人を殺してはいけない。誰だよ。今日もひどしちゃったね。真摯で飲んじゃう。はな、この世に終わらせちゃダメだよ。他の漫画じゃ急に韓国語。ナムドリルのモノマネした方だけど、日本のナムドリルは声わからない。そしてお前はポキーをもらったのではないの？うん、買ってきたの。拾ったって？どこで？俺の机の上で。嘘じゃない。それではもらったんだね、裏切り者。ねえ、男子高校生とエロ動画。すげえな。やばいねこれ。何見てるの？エロ動画。何してんだ今。撮影中だろ。いや、だからさ、撮影中だってば。どうせモザイクじゃん。モザイクは児童か。全部編集しないといけないんだよ。やめろよ、モザイクしにくいよ。やめろ。冗談だよ。実はこれエロ動画じゃないよ。本当だよ。モザイクなくしてみて。いやだ、本当にエロ動画じゃダメだって。いや、だからエロ動画じゃないってば。モザイクなくしてみて。あ、しまい！あ、画面自体が消えた！これが僕のエロ動画だ。男子高校生とゴミ。いや、そこまで言ったらそのまま捨てればいいじゃん。わかったよ。いや、もういいよ。落ちられてる。何回失敗すんだよ。22回挑戦して22回失敗、計12点。それを全部チェックしたの？でも、なんで12点なの？ゴミ箱の中に入れば100点、ゴミ箱に当てれば2点、当てられなければ0点。なんかルールがあるのね。他の人が拾ってあげればマイナス2点。お前のせいなのか。座って投げたらマイナス3点。右手で投げるとプラス5点。お、僕右手で投げたよ。投げた人が銀パチならマイナス2点。あ、立って投げるとプラス2点。2m より遠いところから投げるとマイナス1点。3m より近いところで投げるとプラス1点。右足が前に出てるとプラス5点。左足が前に出てるとマイナス5点。左手をポケットに入れたら0点。右目を上げて投げるとプラス2点。左目を閉じて投げたらマイナス7点。メガネをかけて投げたらマイナス12点。白鳥を当てて、信じていたよ。
男子高校生の日常。